クリストフ・ジャレは、フランスコニャック出身の元フランス代表サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。ワイン醸造家の免許を所持している。1992年、UA コニャックの下部組織に入団し、1998年にシャモアニオール FC のユースチームに移籍する。2003年にトップチーム昇格。2006年に FC ロリアンに移籍した。 2009年7月6日、パリ・サンジェルマン FC に4年契約で移籍した。当初はセアラの控えとして見られていたが、徐々に頭角を表していき、出場機会を増やしていった。2011年、チームはカタールの投資ファンドに買収されると同時に大型補強を観光。自身のポジションである右サイドバックにもセンターバックからコンバートされたミランビシバツが加わったが、 レギュラーは守った。結果的にこの二人を対談に追いやる活躍を見せ、さらには右サイドハーフやセンターハーフとしてもプレーし、万能性を披露した。2012から13シーズンからは毎シーズンに出場機会を減らした生え抜きのママドゥサコーからキャプテンマークをダッシュした。献身的なプレーでこのシーズンから加入した、グレゴリー・ファンデル・ビールとのポジション争いに勝ち、19。 シーズンぶりのリーグワン制覇に貢献した。しかし守備面ではルーズなマークが失点の原因となることが多く、シーズン途中にチアゴシウバにキャプテンの地位を剥奪されるなど絶対的な存在ではなくなりつつある。2013から2014シーズンにはグレゴリー・ファンデル・ビールにポジションを奪われ出場機会が減少した。2014年7月23日、 セルジュ・オーリエの加入に伴い、オリンピック・リオンに3年契約で移籍した。2017年7月18日、オグック・ニースに移籍した。2019年7月23日、アミアン・ SC に加入。2019から20シーズン終了をもって、現役を引退した。フランス代表として、ティディエデシアン監督の下、2012年8月9日に、ウルグアイ戦で、 A 代表デビューを果たした。9月11日、2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のベラルーシ戦で、初ゴールを記録した。10月12日の日本代表との親善試合では、後半開始と同時に、マテュール・ビュシーに代わって、途中出場したが、日本の左サイドバックである、長友優とのオーバーラップに終止止を焼いたため、彼のことを、まるで TGV のようだと、 自国フランスの高速鉄道に例えて表現した。なお試合は終了間際に、その長友のアシストから香川真司のゴールが決まり、フランスが0-1で敗れた。ありがとうございます。